大介、知恵を授けてやろう。まずい、魔界にとどまっておったか。高山右近、お主もこの魔界に見果てぬ夢を見たのであろう。その点はわしと同じじゃ。大輔、黒魔術軍に戻るんじゃ。なんとしてかせましょう。わしの話を聞け。わしの見立てによると黒魔術軍の戦力は今のところこの魔界において一番じゃ。その力、侮るべからず。天下を取る者、力を見極める。あじゃの関ヶ原の折、徳川家康の力を低く見積もった。それゆえ負けた。死ある者、二度同じ過ちを犯してはならん。それでおじい様はわしに右近の風下に立てと。どうか、忍べ。忍べば勝つ。天下とはそういうもんじゃ。家康を見ろ。今川義元に忍び、信長に忍び、秀吉に忍び、最終的には天下を取った。大輔、お主も天下を狙うというのであるならば、それぐらいの器量を持たねばならんのって。ご講説、もっともだな。大輔、今わしに逆ろうたらどうなるか分かっとろうね。分かっております。攻める後に
なるほどな。大臣、大臣、さすがは黒魔術軍の主役として魔界水軍を持てる。これはわしの命ぞ。大臣、その関係ないぞ。それではわしは散歩しよう。これから新しい客人が来るな。真田よ、お招きに預かり、またりこしました。里見殿、一つ我らと組まぬか。組む。真田十勇士と里見八犬士しておくればどうだ。最強の布陣が出来上がると思うな。魅力ある提案なんですが、断ればどうなるんですか。危険を承知してここまで来ておいて断るなろうという選択肢あるのか。あるかもしれない。それはそれで驚愕かい。それはそれ見てみたい。これはこれは、もう一度は言い切る。
しゅうござる。その折は武足がお世話になりました。わしはそちを覚えておらん。よう、この真田に下ってもらいたい。下る。言葉が過ぎましたがの、手を組むでもよろしい。ずいぶんな大義だぞ。我々はかつての主君筋身の主君筋なのでござるな。この辺りもきちんとご挨拶をせねばなるまい。ここに対し三好政体は駒田様の孫にあたるものでござる。孫上、駒田様は天正元年織田信長が敗北しを佐久間の誇りによって攻められ妻子と共に自害なされました。その折一人の忠義者が潮から落とされましてな。その子は何とか信州まで落ち延び、この真田の庇護を受け、そこで子を成した。その子がこの三好政界。なんと兄がおる三好伊佐と申します。真田十勇士一人でございます。若孫。背の高さは実力とは関係ない。言うな。手の長さ、足の長さ、顔のちっちゃさ。血筋とは関係ない。今まで言うな。実感とるかい。残念。こなた舞は踊れるか。踊れたのか。なぜならば手足がちっちゃい。
気が向けば我が陣に来るがよい。強気に苦しむ、強気に組みするだと。同盟じゃ。葵の力は見せたはず。葵がおる限り、まさかのは真の力を発揮することはできる。御堂丸を消滅するときはその力は消える。どうぞ手加減するよ。貴様らは我らが望むのは対等なる同盟じゃ。そしてわしに冥界への扉の鍵を渡せ。